西武、自力 V 消滅。西武の自力優勝の可能性が消滅した。ソフトバンクに2連敗、今季5度目の4連敗となり、借金はワーストの13と大きく膨れ上がった。今季初先発の右腕渡辺裕太郎投手は立ち上がり不安定だった。制球が定まらず、1番周東、2番野村に連続で四球を与えた。ワンアウト1、2塁からダブルスチールを許して2、3塁となり、4番山川のサードゴロの間に先制点を奪われた。しかし味方が援護した。2回ワンアウト1塁から7番若林学徒外野手が左中間席へ今季第3号となるツーランを放ち逆転に成功した。渡辺は毎回走者を背負いながらも2回以降要所を締め無失点。6回3安打1失点で試合を作った。中盤7回からマウンドに上がった増田達志投手は無失点。しかし8回から登板した松本渉投手が打たれた。ワンアウト1塁から5番近藤にライトスタンドに逆転ツーランを浴びた。これで今季ソフトバンク戦は2勝9敗、敵地福岡では5連敗。13勝26敗と大きく負け越し、自力優勝の可能性がなくなった。負け方のバリエーションだけは日本一。この時期に自力優勝消滅って、プロ野球最速。ソフトバンクに西武、社会人野球かな？また交流戦前に自力優勝の可能性消滅って。増えていくのは借金ばかり。山川打点心は継続。2点では勝てないって、やっぱり打が貧弱すぎますね。松本は先発向きな気がするけど、なんか波に乗れないよね。なんかもう、どうにもならんね。不思議と怒りが湧かないんだわ。逆転されると思ってたので、イライラはしません。和夫さんが休養するとして、代わりは誰がいいの？楽天の梨田監督は、借金20でけじめをつけたけど。あと100試合あるのに、興行として成立するのか。フロントも現状放棄か。投が頑張ればだがダメ、だが頑張れば投がダメどうしようもない。松井和夫は馬券が下手な人と一緒。センスがないし勝負運もない。お気に入りの若林がホームラン打ったから監督も満足だろう。もしかしたら今日がラストかもね。このタイミングで切られてもおかしくない。